これ3月3日です、本日は、日に学ぶ会という会がありまして、まあ、その会はあの樹木医さんですね、樹木のお医者さんの会と、植物園が一緒になって、まあ、何本かの木を、見たりとか、まあ、治療をしたりとか、まあ、そういう勉強会を行っておりまして、まあ、本日は、まあ、この枯れ枝等の、除去をしていただいております。この支柱につきましても、前回修理したのは上です。植物園からコース作業者を出して、まあ、今治療と、まあ、薬剤処理なんかも今行っております。この剪断そのものはそんなに珍しい樹木でもないんですけども、植物園のこの歴史をちょっと見守ってきた樹木で、まあ、ヘリテージツリーの一つになります。今枯れ枝、まあ、安全対策も兼ねて、まあ、枯れ枝の、剪定を行っています。まあ、この木の中、かなり空気で中腐朽部分がかなり進んでおります。まあ、歴史ある木なのでこれからもこういう形で保護をしていく必要があると思います。